さあ始まりました将棋バーチャンネルということで、今回見ていくのが第35期竜王戦七番勝負の第3局ということになります。まずはね、こちら1日目封じ手までをどういう風に進行でいったのか、そして封じ手予想をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ先手となった広瀬八段、どのような作戦を第3局では持ってくるのでしょうか。いや、広瀬八段ね、この竜王戦毎回作戦をね練ってきて、少しリードを奪いつつというところをね、第1局第2局ともに見せてきましたが、第3局ではこちら相掛かりを用意してきましたね。第1局はまあ角換わりなんですけど、2五歩を突かずに2六歩型でね、歩を保留して2五桂と跳ねる余地を作った工夫。そして第2局は後手番の広瀬八段が角換わりですけども、3三角とね、途中下車をして、同角に同金という3三金型のね、角換わり、そして腰掛け銀というね、まあ少し珍しい作戦を用意してきているということで、第3局は相掛かりというところで来ましたね。まあ一時やはり先手番の相掛かり勝率が非常に良かったんですけども、直近だとね、藤井竜王角換わりの将棋が多かったので、まあ第3局広瀬八段もまあまたね、角換わりを何かぶつけてくるのかなと思ったこともありましたが、本局は相掛かりというところでね、まあ先手からまあいろいろと局面を用意してくるというところですね。藤井聡太竜王は後手番の場合はもう先手のね、作戦をすべて受けて立つぞというところで、8四歩とね、まあついてくるのでね。まあこの、やはり王者の差し回しですよね。まあどんなに戦型でも受けて立つというところでね。まあ非常に、まあ相掛かり、序盤の構想力でね、まあ将棋がどんどん変わっていきますので、広瀬八段がどのような形を用意してくるのかというところも期待ですし、それに対して藤井聡太竜王もね、まあもちろん相掛かりは研究している。という思いますので、まあそういったところもね、踏まえて見ていきたいと思います。さあ、まずはお互いに飛車先の歩を交換していってというところで、先手は2八まで引くというところですね。まあ後手が途中の浮き飛車に対して引き飛車、先手は2八まで深く引くというところになります。さあ、お互い玉は中住まいというところでね、まあ陣形整備をしていくんですけれども、まあ、ここからね、まあ、どのように組み立てていくのかというところで。さあ、本局はね、まあ、比較的ゆっくりと駒組みが進んでいく穏やかな展開となってはいますということで。さあ、4八金に6三銀とね、まあ、似たような形になってきましたよね。さあ、そして2九飛車と引いた形に対して、1四歩、そして1六歩、そして後手も8一飛車と引いていって、まあ戦後ね、まあ同じ形になっていったというところですね。やはり、まあ角換わりのようなね、まあ下段飛車にこの金の形ですよね。まあ非常にバランスのいい形で、隙がね、まあ少ないというところで。さあ、これに対して5六歩とついて、後手も5四歩と、さあついていって、さあここですね。先手から2二角成、同銀としておいて、さあ、先手からね、まあ、角交換したので、まあ、一手損したんですけども、まあ、先手がね、6八銀と上がることによって、まあ、後手は銀が端っこ2二に行きましたが、先手だけ玉の近くに行けるぞというところで、まあ、戦後同型から、この左銀の形の違いをね、まあ、どのように活かしていけるかというところが、駒組みのね、まあ一つ目安になるかと思います。さあ、本譜はこちら2四歩とね、まあ後手の藤井竜王は銀冠を目指す指し方をしていきましたね。まあ2二と言ったので、まあ銀冠にしていこうと。まあこれ歩、ただに見えるんですけども、取ってしまうと、すかさずね、3三角打という手が飛車と香車の両取りになってくるので、まあ下に逃げてね、まあ、香車を取られてしまいますよ、ということで、まあ、桂馬跳ねて、飛車でね、馬を狙えるんですが、9八と引いておけばね、まあ、橋の突破もね、まあ、いずれもできるようになってくるということで、これは後手がね、有利な変化になってきますので、
この2四歩はタダのように見えるんですけど、飛車では取ることが今できないんですよね。さあ、なので、こちら、本譜は6六歩とね、まあ先手はならばと、後手の銀冠に対して、先手はね、まあ雁木のような形を作っていくと、中央に銀を使っていこうという手ですね。さあ、2三銀と、さあ銀冠を作った後手に対して、先手は6七銀とね、まあ金銀の連結よくね、まあ雁木模様で、というところで、さあお互いに、まあ左のね、まあ銀の使い方、先手は玉の近く、対する後手は銀冠というところで、さあここで違いを出してきたので、さあこの違いがどのように組み立てに影響してくるのかというところですね。さあ本譜4四歩と、まあついていくというところでね、まあこうなってくると後手がね、ちょっとだけ銀がやはり中央にいた方がバランスよく見えるんですけども、まあここの辺をうまく差しこなせるかどうかというところです。さあ、7七桂に対して、後手も3三桂とね、まあお互い桂馬をね、すべて跳ねていってと、さあすべての駒がね、まあ比較的活躍していくというところで、先手がここで8九飛車とね、まずは揺さぶってきましたね。さあ、これはもうもちろん8筋の逆襲ですね。まあ歩を伸ばしていけるということになるので、まあこのあたりでどのようにしていくのかというところですが、やはり8五歩とね、まあ打っておいて、穏やかにね、やはり逆襲をさせずに歩で止めておこうということですね。さあ、ここからなんですけども、なんと先手からまずは4五歩とね、まあ仕掛けていくというところでしたね。まあこれは銀冠のところと先手のね、まあ雁木型、この銀の位置の違いを的確についていったということで、まあ本譜これ同歩と取るんですけれども、ここでね、やはり銀冠で銀がそっぽに行ってしまっているので、すかさず同桂と取っておいて、同桂とね、もちろん取り返されてはくるんですが、4六歩と打つことで、この桂馬を取り返せるんですよ。そしてこの銀の違いで、この桂馬を取れば4四桂という手がね、まあ王手と金取りということになるので、銀が中央にいればね、4四桂は取れてしまうんですけど、まあそっぽにいる銀なので、まあ、桂馬を手に入れて4四とね、打つ隙をついていったという非常に機敏な動きでしたね。さあ、この取られそうな桂馬なので、5七桂成とね、成り捨てておいて、先手陣を乱しにかかります。まあ、変えてね、こちらになっていく方が自然なように見えるんですけど、まあ、金は斜めに誘いというようにね、まあ、あるんですけども、まあ、端をちょっと手厚くされるということですかね。本譜は5七とこちらに成り捨てていきました。さあ、これを同玉とね、まあ、取っておいて、さあ、これで桂馬を持ったので、4四桂の傷があるということですから、本譜はここで4三歩とね、まあ、丁寧に、まあ、低く受けておいて、4四桂打ちを防いでいく。さあ、ここで5八玉とね、まあ、じっとここでまたね、引いておくということですね。乱された玉形を一手使って戻しておくと。まあなので、まあここで一手で戻されるなら3七と成り捨てて同金ならばね、一手二手かかるんで、まあこの辺のね、駆け引きというのはあったかと思いますけどもね。さあ、ここで後手は1二香とね、まあこう地下鉄飛車を見せて、まあ少しずつね、まあ、この銀冠を使って端のね、まあ手厚いところを使って攻めていくぞというね、まあ、いちいち飛車の筋を見せていくということですよね。さあ、それに対しては4五歩と、まあ、ついていくということで、やはりこの中住まいですからね、まあ、この角のラインとか、やはり急所に4六角とかも据える筋とかも将来的にもあるということにもなってくるしということですが、さあ、ここで後手としては決断よく、なんと3三角とね、放っていきましたね。まあ、地下鉄飛車を見せつつも、まずは3三角と、非常にここにね、通していくということで、まあ、狙いとしてはやはり6五歩、同歩に、まあ、6六桂とか、まあ、歩が入れば6六歩などですよね。まあ、ここを突く筋を見せつつ、まあ、場合によっては2五歩とついて、角のね、転換も見せるというところで、早速、ここで後手は角を手放して放っていくと。いやー、非常にね、
まあ、難しいところの角なので、働けば後手としてはね、有利になるし、かといって、今のところ狙いがね、シンプルなので、まあ、働かなければ少しね、苦しくなってしまうということになるので、さあ、この角がどのようになっていくんでしょうか、というところがまず一つの見どころになりそうですね。さあ、本譜はここで4六銀とね、まあ、堂々と、まあ、6五歩の筋は怖くないよと言ってるんですよね。まあ、4筋の位を支えに行きましたね。さあ、ここでね、まあ、先ほど言ってる6号の筋なんですけども、まあ、仮に同歩と取って、さっき説明した6六桂の筋あるんですが、まあ、この瞬間はね、もう同銀と取れてしまいますよということで、同角と、まあ、取れることで、まあ、角、あ、桂馬と銀の交換なんですが、すかさずね、6九飛車でね、まあ、伸ばした歩がカウンターで効いてきてしまいますので、まあ、これはね、ちょっと苦しいぞという展開で、ここでの6五歩というのは、ちょっとね、同歩に対して桂馬は効かないということになるし、じゃあ同桂でいけばどうなのかというところですけども、まあ、こうなってきても、やはりね、6六歩というのは打てる展開なんですが、やはりね、同銀と取れてしまいますので、まあ、なかなかね、苦しい展開になるんじゃないですかね。まあ、何か優勢を意識できるほどのことではないので、力強く当たりをつけられてくると、まあ、なかなかね、難しくなってくると、まあ、互角の展開にはなるんですが、そもそものこの6五歩をね、今は同歩と取ったんですが、おそらく桂馬で取ってくるんですよ。で、同桂と取られた時に、この桂がね、特に今何でもないので、まあ、じっとね、玉頭に備えておいて、いつでも取れる桂馬にしておけばということで、先手からこれ以上角を使った攻めというのが難しくなってくるので、まあ、やはり6五歩は同桂と応じられて、ちょっと何もできないぞということなので、本譜はね、ここで1五歩とね、まあ、端からやはり地下鉄飛車の含みを見せておくということでしたね。まあ、変えて2五とね、じっと角道を使うというところはあるんですが、藤井竜王の構想として、この2号を突かずに先に1号と、まあ、突き捨てたんですよね。まあ、同歩に、まあ、ここで突き捨てを入れてから11と行くというのがスピード感あふれる展開ですよね。まあ、変えてこれ突き捨てを入れずにシンプルに回った時に、やはりここ1号歩手抜かれてしまいますから、こうなってくると、やはり角のね、頭を狙われてくると1号歩の展開は無視されて3号から攻める手の方がより厳しく刺さってきますからね。なので地下鉄飛車回る際は1号とね、まずは突き捨てを入れてスピードアップをしてから11飛車と回っていくということですね。さあ本譜地下鉄飛車を見て、さあこれがね、まあ、どのようになっていくのかというところで、現局面ね、やはり端の突破が見えてますので、ここで27桂と打って端を支えていくということなんですが、ここでようやく2五歩とついていって、まあ、桂馬を打たして、まあ、桂頭を攻めつつ、角のね、引きも使っていこうというところで、やはり、まあ、このように組み立てていったというところが見受けられましたね。さあ、桂頭を攻められているので、本譜は3七金と、まあ、桂馬をね、まあ、頭を守るように金を端に寄せてというところですが、さあ、ここで、じっとね、まあ、2一飛車と、まあ、戻しておいて、さあ、1日目がなんと、この手で封じてというね、まあ、非常に難しい展開ではあるんですけれども、まあ、後手の藤井竜王が少し手を作りつつも、先手がね、がっちりと受けて、やや先手の方が模様が良しという展開にはなってきてますね。評価値上ですけれども。さあ、ここで1日目が終了したということで、まあ、封じて予想したいんですが、広瀬八段が比較的早い時間で封じ手をね、まあ、しますと意思表示をしたので、まあ、この次の一手というのはおそらく1四歩と自然に伸ばす手がね、まあ、第一候補になるんではないのかなと思いますね。ということでね、まあ、1日目、いや、消費時間なんですけれども、広瀬八段が2時間51分の消費に対して、藤井竜王が4時間27分というね、まあ比較的1時間半近く差がついてしまったんですよね。広瀬八段が消費時間を非常に少なく、まあ、乗りこなしていくので、2日目はね、ちょっとその時間差も含めて少しね、やはり先手やや良しという評価になっていますので、
これをね、藤井竜王をどのように盛り返すプランがあるのかというところがね、非常に楽しみではあります。さあ、封じ手の本命1四歩ではあるんですけども、まあ、変えて刺すとしたら、あとは3五歩と、まあ、角をね、いじめに行くような手っていうのが見受けられますが、まあ、この比較をし終わってるんですかね。まあ、早かったので、まあ、本命は1四と、まあ、しておきたいなと思いますね。まあ、軽く封じ手後の展開を想定していきますけれども、まあ、ここで同香と、まあ、仮に取っておいたら、まあ、同香とね、まあ、入ってくれればね、まあ、これは、特に問題ないんですが、おそらく東京と取らずに歩を叩くような手になってくるかと思いますね。で、この瞬間に何か手を作っていければということになると思うので、まあシンプルに東京とね、応じていくと、同桂が銀に当たってくるので、まあ銀をかわしてしまうと、すかさずね、銀がいなくなったところを狙う1二角などがありますので、まあ、やはり普通に進行すると先手がね、良くなるので、この瞬間に手を作れればというところになるのか、まあ、あるいはこの1四歩のところで手を作るかというところですね。まあ、なので、まあ、同香と応じるとちょっと苦しいと思えば、1一と回ってね、まあ、数を足して受けに行くか。まあ、しかしこの瞬間に3五歩からのね、攻めも来るので、まあ、これをどのように対処できるかですよね。まあ、やはり、端を攻めているものに対して、3筋なんでね、玉に近いですからね。一度歩を受けられて、やはりこの桂馬を使ってね、やられてくると、先手の方がやはりちょっと手厚いように見受けられますね。なんで、こうなってくるともう、角切って勝負するかもしれませんけどね。まあ、少しやはり、評価値示すように、先手がやや良しになっているので、何かしら勝負手というのを用意していると思いますけれども、まあ、現局面、この2一飛車で封じ手ということで、明日がね、ちょっとどのようになるか気になるところですよね。ということで、このチャンネルではもちろんね、藤井竜王をね、追いかけていきますので、明日もね、もう速報として解説をハイライトで取り上げますので、よろしければチャンネル登録、高評価していただければ幸いです。それではまた明日会いましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。